はい、どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、新しくですね、新ボックスで来ました炎王紹介していきたいなと思います。炎王はですね、この炎王獣ガネーシャっていうのと、この BK ベイルが追加されたことによって強化されました。で、特にこのガネーシャっていうのがやばくて、強制効果じゃないデスカリバーナイトなんですよ。こいつって相手じゃなくて、まあ自分もいいんだけど、モンスターの効果発動した時にその発動を無効にするんですよね。で、その後に自分の手札か自分フィールドの、炎属性モンスター1体を選んで破壊するっていう風な効果があるんですよ。こいつがめちゃくちゃエンジンになるし、めちゃくちゃ妨害にもなって強いんですよね。で、この、まあ、炎王デッキなんですけれども、詳しくは、まあ、回し方はね、実際に実況しながら話していきたいなと思うんですが、まあ、友達のリスさんにね、いろいろ意見交換をしまして、で、まあ、炎王実はこれ、アレスターなんて混ぜなくても強いんじゃないかっていう風な結論になったんですよね。で、しかも、役者とこれ、ちっちゃいガルドニクス入れてないんですよ。最終的に入れるかもしれないんですけど、個人的には今のところは必要ないかなと思ってて、これ回ってる時に、まあそんなにこいつら捕まんなーって思ったんですよね。だから抜いちゃってるっていう風な感じになります。で、役者はまあまだ役者入れておいたら、孤島とか引いてない時とかに一応この辺を破壊できたりとかするから、まあまあいいかなーと思ったんですけれども、今回は抜いて試してみてます。その代わり吸収2枚入れといて、高校取った時に、初動一気に強い動きができるみたいな感じの構築コンセプトにしております。で、防御札はもうベイルとカイトロイドだけに頼ってます。で、カイト1のベイル3なのは、まあ炎属性っていうのがガネーシャの破壊に対応している、コストに対応しているっていうところがまあいいなって思ってて、で、ベイルの方を3にしております。で、あとエクシーズ素材とかにもなるんだよね。で、このデッキ苦手なのは、結構早いデッキは、まあ、若干ちょっと嫌だなっていうのは感じましたね。なんでこのブラックフェザーとかはあんまり嬉しいデッキではないっていう具合になります。まずじゃあ方針切って、バロンかな取ってきて、小ずさえあったら割と破産ね。小ずさえあったら割と破産なんだけど、こうします。あのね、小ずさえがあったらここ割られちゃうんですよ、栄養のことで、こいつガネーシャ吹き飛ぶんですよね。それが結構きついって感じですね。小ずさえなかったら、あのモンスター効果止めれるからすごい強いって感じです。この入り的に小ずさえなさそうやね。四分効果言っていいぞ。何にも来ない。 OK、 しょうがないね。じゃあ黒い旋風でゲイル、 OK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  で、ゲイルでゲイルゲイル、これは弱いですね、相手動きとしては。で、ハルマッタン来る。ハルマッタン効果、あ、これはね無視します。な、誘ってるかもしんないから無視しますわ。で、ゲイルさらに来る。あー、オッケー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 、全然オッケー全然オッケー。で、353でしょ。あー、うん、いいよいいよいいよ。もう一回攻撃力下がったとしても、ポルターガイスト、え、これ待って、大丈夫？離れた、あ、離れたけど、まあ大丈夫か。すごいね、ポルターガイストとかめっちゃ久しぶりに見たわ。小遣いとかないんだったらって感じだね、これ。まあ、戻すっていうのはいいよね。永続のトラップとかもいけるし、割らなくていいし。楕円来ましたね。楕円か。OK。で、さらに、おろしまで来る。レベル9。はい。なるほど。ちょっとこれ、考えなんだけど、まあ、ガネーシャ効果で止めちゃっていいんじゃないでしょうか。ガネーシャ効果って言って、これ無効にした後に、まあ、炎属性のカード1枚切って、ドーンって感じだね。で、ゲイルで、さらに取って、これ、まあ、炎王は、こうやって効果で破壊することにめちゃくちゃ意味があるんですよ。で、ここ殴られる、このベイルめっちゃ強ない。ベイル守備で出てくるから、はい、オッケー。で、炎王獣ガネーシャ効果使って、バロンとかネフティスとか蘇生させてもいいんですが、蘇生させません。ガネーシャはね、破壊された時に相手に、墓地の炎王を特殊できるんですよ。炎王やったっけな？炎王獣ガネーシャ以外の墓地の炎属性、獣、獣戦士、鳥獣やね。一体を特殊召喚って感じやね。だから、ここは、ちょっと待って。ガネーシャ2体。ああ、はい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 、はい、やったら、これは深淵の爆発の方にしようかな。深淵の爆発でいいかな。まあガルドニクスでもよかったんやけど、ガルドニクスの方がよかったかな。まあいいや、こうして全部飛ばして、はい、バロン効果、まあガルドニクスここで取ってこれるか。ほんなら、あ、これで勝ちやね。あ、勝ち、まだ勝ちではないか。じゃあ
炎王の孤島貼って炎王の孤島効果でじゃあガルドニクスあたり破壊しといてでバロン取ってこようかな。でバロンとこのベイルでエクシーズして前ストローク作ることできるんですよ。で前ストロークって結構偉くていくね。まあバロン出します。でここでガガガ侍とかでもいいんだけどね、ここは前ストローク前ストローク、いたいたいた、この前ストロークがよいしょと、あのエクシーズ素材あるときに破壊耐性つくんですよ。だからここ殴りでここ殴りでガルドニクス次出てくるじゃないですか。でガルドニクスってスタンバイフェーズ、次のスタンバイフェーズに出てくるんだけど、このスタンバイフェーズで出たタイミングでモンスター全部破壊するんですよね。でネフティスとか相手の楕円とかはもちろん飛んでいくんだけど、俺の前ストロークはエクシーズ素材があるから、あのエクシーズ素材1個取り除いて、無効って言えるんですよ。だからガルドニクス出ます。でガルドニクス効果なんだけど、前ストロークはエクシーズ素材1個取り除いて、まあ、これとかでね、で守っていくと。これめっちゃ盤面いいんすよね。だからレベリオンエクシーズはダイアルフはその獣とか獣戦士やから、獣戦士族っつったら役者とか、役者っていうか、まあ、この炎王が全部獣戦士なのよ。獣戦士族のやつを素材にしてダイアルフ効果バーンって言って、ダイアルフがずっと場に残り続けるみたいなこととかもできたりするんですよね。で効果破壊とかに対応してるから、まあ、その辺がすごい強いなーって。でこっから次またネフティス来るじゃんって、ネフティスが出てきます。はい。で炎王のことは破壊された時に自分のフィールのモンスター全部ぶっぱなんだけど、またマエストロークは残るって感じだね。でやったら、まあ CA の爆発でこの後もう一回その炎王獣2体蘇生させてエクシーズみたいなのもできるんだけど、まあさすがにちょっともう勝負決まってるから、まあ、それをやんのもなと思うから、このまま殴って勝ちと。もしあれゼピロスセットとかって入ってきてたらそうやってたって感じやね。ゼピロスセットだったら CA の爆発で、モンスター取ってきて、まあ、ガガガ侍かな、ああいう場面だったら。でガガガ侍で2発殴れるようにとかってやったらライフはまあ取り切れるかな。まあ、3回攻撃できるから181919で、56ダメージかなるから、まあ5656っつってもまあモンスターいるから実際は38かになるから、それでキル取り切れるみたいな感じになります。じゃあそんな感じでやっていきましょう。今のポルターガイストで助かったわ。コズミックサイクロンやったらちょっと破産してた感じはした。早いデッキが嫌なんだよな、さっきも言ったけど。これ深淵の爆発ある、なかなかいいんだけどちょっとこれね、コズミックサイクロンとかは怖いね。コズミックサイクロンで全部破産しちゃいそうやから、まただからこれは天使の微笑みかーい。ワルキューレか、ワルキューレはあいつやね、なんだっけ、シグルーンだ。シグルーン効果を止めたらいけるはずで、深淵の爆発とかあるんやけど、孤島引いてないとき遅いんだよね、若干。まあ、しょうがないんやけど。一不正。はい、一不正。今、爆発、円環やから、これ爆発は墓地から、蘇生。自分の墓地から守備力200の炎属性を可能な限り特殊召喚する。まあ、こいつガネーシャとかももちろん200だし、まあ、炎王系が全部、守備200やね。18200みたいな感じか。ガネーシャ2体強くね。ガネーシャ出しましょうか。もう1体。ほっ。底なしやね。これあれは。底なしあるんだって、まあ、使ってもらって大丈夫と。はい。ほんなら、バトルといきましょう。で、殴ると。はい。ドリッドでした。まああれがフィアットとかでモンスター効果釣ってきたら、まあもちろんネフティスで無効って言えるんやけど、ちょ、天使の微笑みで回復しすぎじゃね。で、これフィアットセットやね。オッケー。ドロ。吸収、まあこれちょっと微妙ですが、まあ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 。殴りましょう。で、いける。はい、このタイミングでモンスター効果発動したので、ガネーシャ効果。ガネーシャ効果使って、でビリビリビリ無効、そしてネフティスパーンって感じやね。で相手永続魔法とか表側表示の魔法トラップないから、シグルーン効果使えないですね。でこれトップシグルーンでもないと。でまあ罠伏せましたと、モンスターも伏せましたと。まあこれはヒヤットじゃないかな、多分。ちょっとしょっぱい試合やね、しょっぱい試合だけど。おガルドニクスいいじゃん。ならネフティスの方針効果、じゃあネフティス出します。隕石とかちゃうかな、多分。サンブレか。あ、サンブレ全然いいんすよ。サ
サンブレで破壊してもろても全然大丈夫なんで OK ですと。うん、じゃあガルドニクスアドバンス召喚から入ろうかな。ガルドニクスまずアドバンス召喚します。で深淵の爆発使ってよいしょと1、2とガネーシャガネーシャ出します。でこっからエクシーズなんだけど、まあフィアットとかだと思うからダイヤウルフでもいいし、まあマエストロ、いやごめんこっちかな、メローガイスの方が相手嫌なんちゃうかな。じゃあここはメローガイスさんになります。メローガイストになってでバトルと、じゃメローガイストで攻撃で、はいフィアット、メローガイストが、戦闘で破壊した時エクシーズ素材1個取り除いてデッキに戻します。なんで、フィアットは効果を発動することができまーす。戦闘で、ライフ削り切れないからこのまま何もせずにターンエンドと。じゃあこのメローガイスとか相手めちゃくちゃ嫌なはずで、トップは、はい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 、トップは不純物と。オッケー、バロンいいね、バロン。じゃああとは殴って勝ちやね。でちなみにあのマスクチェンジ円環あるからマスクチェンジもできるみたいな感じです。ちょっと今のね、すごいなんて言うんだろうな、めっちゃ盛り上がった試合とかじゃなかったんですけど、割と炎王のしたいことはあんな感じです。でもっと本当はあのガルドニクスをループし続ける動きとか、そういうすごい強い動きとかもあるんですよ。ただまあちょっとパーツが揃ってなくてできてないんですけど、まあ一応こういう風な、ポテンシャルがあるデッキって感じですね。はい、ではですね、今ちょっと話してたガルドニクスムーブ、これに関してちょっと収録する試合取れなかったので、ちょっとパワーポイントでね、解説していこうかなと思います。で、ガルドニクスムーブって何ぞやっていうところなんですけれども、まず、炎王の孤島とかでガルドニクスを破壊するじゃないですか。ガルドニクス破壊して墓地行きます。で、破壊できたので、バロンをサーチ、例えばします。で、バロンを通常召喚、例えばしとくじゃないですか。こんな感じですね。で、次、スタンバイフェーズ時、ガルドニクス戻ってきます。じゃあ、バロンが破壊されます。ドーンってね。で、ここまではよくある動きなんですよ。で、次のスタンバイフェーズ時、バロンが破壊された時の効果で、例えばガルドニクスを、サーチしてきます。で、また、炎王の孤島の効果でガルドニクスパーン破壊。で、まあ、別にこれ、あのガネーシャとかでもいいんだけど、まあ、とりあえずバロンサーチするじゃないですか。じゃあそうすると、次のターンにスタンバイフェーズにガルドニクスがこうやって戻ってきます。ガルドニクス戻ってきた時の効果で、モンスター全部っぱなんで、またガルドニクス破壊。じゃあ次のスタンバイフェーズにまたガルドニクス戻っていきます。じゃあ、ガルドニクス特殊召喚時効果で、こっちのガルドニクス破壊。で、次の相手ターンのスタンバイフェーズにこっち戻っていきます。じゃあこっちのガルドニクス破壊。みたいな感じで、ガルドニクスがずっと効果破壊され続けるムーブ。このことを、まあ、ガルドニクスムーブっていう風に言うんですよね。なんで、こういう風な、まあ、孤島が絡めば、ずっとループして、毎ターンモンスター破壊し続けるみたいな意味がわかんないアドの取り方とかをね、できたりとかします。はい、それ覚えてるね、だけでだいぶ変わってくると思います。で、炎環っていうカードあるじゃないですか。で、その時にね、炎王の孤島じゃなくて、とりあえず破壊できればループができるので、例えばこれ、孤島じゃなくて、炎王炎環打ちます、ガルドニクス破壊して、バロン蘇生します、みたいな感じのこととかをしてもね、またガルドニクスムーブとかができたりとかするんですよ。なんで、こういう炎王の孤島しかり、炎環しかり、破壊系のカードは、ループするギミックに、なるので、そこはちょっと覚えておいた方がいいとは思います。じゃあ、試合の方に戻っていきたいなと思います。不純物が固まりすぎちゃうと弱いんですよ、このデッキ。今3枚引いてる。だから俺不純物入れてないんよ、4枚しか。4枚中3枚、もうこれもうなんでこういう、もう本当にね。こういうのはしんどいよね。まあでもベイルいるのは強いよ。ベイルいるし、カイトいるし、炎王転換。まあこれは余裕でターンエンドやね。しょっぱしょっぱしょっぱいしょっぱいしょっぱい。しょっぱいね。うん、青き目の剣士、あ強い剣士効果。まあでも言うてこの2枚が何なんだろうね。天罰とか陰雪とかなんかな。陰雪きついな。まあ転換あるからなんとか耐えって感じはするけど、ガネーシャ来た。ガネーシャはいいよ、相手に展開させたいし。こうガネーシャからいっか。ガネーシャで陰雪ちょっと使わせよっかな。ガネーシャ出します。で陰雪使わせる。で1枚捨てられる。
いやもう一番陰節やな、あれ後ろ陰節陰節や、だから雰囲気的に陰節陰節っす。でモンスター出てくる、まあ、ブルーアイズ出てくる、でスピリット出てきてから、まあ、わちゃわちゃって感じでしょう。まあデスティニードローはできそうやね、これかなりできそう。ん？コスモか。はい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 、いいの？浮いちゃうよこいつ。剣士、あで剣士をリリースしてブルーアイズに変える、もうめちゃくちゃもうやってくるね、ボコボコにしてくるねこれ。ブルーアイズ出てくる、オッケーオッケー。で青き目の祭祀、はい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 、で剣士回収、どういう動きをするんだ。剣士効果でこいつを、おブルーアイズ全部出たね。これ一応ツインバーストにはなれるよね。ツインバーストってモンスターに対しては連続攻撃できるって感じやっけ確か。だこの状態では普通に殴った方がって感じなんやろか。はい、でブルーアイズ回収で後ろ陰接、そして3体並んでる、まあ相手からしたらもう完璧な布陣よねこれ。うん、じゃ殴ってきます。もらう、これね、まあ相手が結構 D ドロケアせずに殴ってくる前提でちょっと俺今から物事進めていきますわ。まあここな、 OK でここも OK、 カイトで相手多分殴ってこない、殴ってくる、そう殴ってくれるんだよねこういうの、ランクマは殴ってくれる。で、ベール出してライフ3000回復して、で次デスティニードロー、これは勝ったかな。デスティニードロー使ってこれ AO のことっすよ。で後ろどうせ陰接やし、だからこうしてからで AO のことを発動を、まあ、こうやって D ドローで足りてないパーツ取ってくるって感じやね。まあ基本的に孤島が強いんだけど、で孤島でガルドニクス割ってパーンって割ってバロン取ってこよう。バロンが強いでバロン召喚でバロンとここでエクシーしていきます。今からこの動きめっちゃ強いんだよね。でカナディアか、あカナディアやったんやね、カナディアだったんだったら、えこれ別に円環使うのもったいなくね、円環使うのもったいないから使わないです。はい使いません。円環別にこれセットしてもいいんちゃうか、セットしてでターンエンドや。でガルドニクスは今破壊されたので、破壊された次のスタンバイフェーズに蘇生するんだけど、あ小ずさい、はいこれどこ潰す、どこでもいいけどどっちでもって感じだけど、まあこっちオッケーオッケー、まあこれ孤島を守れたって考えよう今のは。でガルドニクスは盾でいいかな。でガルドニクス特殊召喚成功したんでフィールドモンスター全部っぱ最強。最強すぎん。青き目の乙女、うわやばい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 、青き目の祭祀効果、これでブルーアイズ出てくる、うわブルーアイズ2体並ぶじゃん、は強っ、最強か最強かこれ、やばいな、え強っ、ちょっと待って強いってそれ、ブルーアイズ2体並ぶんか、ブルーアイズ2体並ぶね、くそー、展開で転換で妨害したかった気持ちはあるけどしょうがないか。ちょブルーアイズ2体でハンドもブルーアイズでしょ、まあここはブルーアイズとブルーアイズツインバーストとかなれるっちゃなれるよね、なるのか。まあでもこのとりあえずブルーアイズたちを突破したらあとはちょろそう、オッケーこれは大丈夫で、ガルドニクス効果発動をしたら、ガルドニクスって確かあれやんね、デッキから円を1体特殊やんね、ちっちゃいガルドニクスいたらいいんだけど今いないんだよねってなったら、ここはガネーシャやね、ガネーシャ出します、ガネーシャをこう縦で出そうかな、縦で出して
ベール特殊するか。いやーもったいないか。いやそれでいいわ。こうしてちょっとこれ正しいかどうかは分かんない。ちょっと俺トップ何引いたらいいかとかっていうのを考えれてないまだ。ただ、まあ、殴ってもらってベール出してライフ回復しつつベール出してにしようかなと思ってます。でこのガネーシャが破壊されたら墓地の、あでもまあこれで正しいね。いけるいけるいける。ターンエンドか。ほう、なるほど。ドロことか。じゃあバロンが破壊されたことに、効果破壊されたことによって1枚サーチ、これで取ってくるのは吸収かな。吸収取ってこよう。吸収取ってきて、で孤島効果使ってガネーシャ切って、でガネーシャガネーシャするか。ガネーシャバロン、ガネーシャバロン、いやごめん、これガネーシャバロンだ。バロン取ってきて、なんでかっていうと、ガネーシャ効果は使いません。吸収使えなくなるから。でなんでこうしたかっていうと、まあこれ炎王の吸収でとりあえずガルドニクスを出すんですよ。で次のターンに俺炎王のことでバロン割るんですよね。でバロン割って好きな炎王を取ってくるんですよ。でその流れで次のターンにバロンが、よいしょ、モンスターサーチ入れることできるから、そっちがいいかなーって、その方が1サーチ多くなるかなーと思ったっす。あでもどうなんだろうな。これベイル引く、たとえどうだったんだろう。さあ隕石で飛ばされる、オッケーオッケー。あでも待って、これ今冷静に考えたらバロンはサーチなんだよ。まあ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 、まあ、ちょっとこのまま行きますか。とりあえずあいつら全部飛んでいく、悲しい。炎王の孤島効果発動、バロンパーンやって、これでガネーシャ取ってくるじゃないですか。でまあこいつ出して、でバトルと、あねここもしガネーシャだったらガネーシャ破壊、そしたらガネーシャが破壊された時の効果で墓地の、モンスター特殊だったから、ここは一応こういうの取ってこれるんだけど、一応バロンバロンとかみたいな感じで2体並べることはできてたね。この辺は俺もまだちょっとプレイング甘いから後々煮詰めて改めて多分動画は出すと思いますわ。でネフティス、オッケー。カナディアっぽいな、なんか殴り方的に。カナディアじゃね。炎王のこと発動を、よいしょ、栄養のこと効果使って、こっちはネフティス割ってバロン取ってきます。でバロン召喚でカナディアだと思うんで、このまま殴りに行きます。でもしカナディアじゃなくてあれだったらやばい、銀竜の合法だったらやばいけど、まあ、それだったら多分さっき殴ってきてる可能性高いと思うから、まあ、カナディアやんね。 OKOK でターンエンド、ふん。で次のスタンバイフェーズに一応ネフティスがピュッて出てくるんですよ。でそのネフティスを出させ、あでも爆発引いたからいいな。ネフティスをちなみに出させたくなかったらここで無効って言えるんですよ。向こうって言っちゃう？向こうって言うか、向こうって言った方が良さそうやね。ごめん向こうって言うわ。じゃあネフティス向こうにします。まさかの自分のモンスター向こうにするっていう。で OK 勝ちやね。でこれ切って向こうにした後にここエクシーズでガガガ侍作って、で深淵の爆発でモンスター2体蘇生させて、1発2発ガガガ侍で3発4発って殴って勝ちやね。はい、ではそんな感じになります。炎王いかがだったでしょうか。参考になりましたでしょうか。まあ、ちょっとねなんかまだ回してるっていうよりも回させられてるみたいな感じなんですけれども、まあちょいちょいテロップとかね、入れれるようだったら入れて、解説などしていきながら、まあ、見やすいように動画作っていこうかなっていうふうには思っております。それでは今回の動画は以上になります。参考になったらねぜひぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。